ミスス党の参議院議員の江崎浩氏は22日、象根幹事長に離党届を提出した上で、県民主党の枝野代表に入党届を手渡しまった。民主党の参議院議員の江崎隆。22日午後、国会内で増子幹事長に離党を提出した後、立憲民主党の枝野代表を会談し、入党届を手渡しました。江崎氏は記者会見し、自分の思い、政策が立憲民主党の方に、より進化、上がったということだと述べました。江崎氏は参議院比例代表選出の当選回、61歳、自治体の職員らの労働組合、自治労の中央本部特別執行委員を務め、なる22年の参議院選挙の比例代表に、党の民主党から立候補して初当選しました。立憲民主党には現在、参議院議員が、一人いて、21日もタミスス党の参議院議員に、が入党届を提出しているため、江崎氏も、メテハイ党が認められれば参議院議員が5となり、通常国会での代表質問などが出、